レゼンツ出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とレンでお送りいたします。はい、今回も映画出会いは奇跡にご出演いただきました素敵なゲストをお呼びしています。レンさんお願いします。はい、はい、あの出会いは奇跡の、役者さんの中で猫が大好きな、お姉様を演じていただいた美のコンサルをやっていらっしゃる千子さんになります。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは、久しぶりでした、ね、こんにちは。先日撮影ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。はい、最初にあのこれあのラジオを聞いていらっしゃる方に、どういうお仕事をされていらっしゃるのかというのを軽く自己紹介です。はい、井村千子と申します。私はですね、トータルビューティーコーディネートをしておりまして、美と健康、美は健康からしか成り立たないんですけれども、皆様の健康のご提案をまずして、そこからの、美しさ、そこからのアンチエイジングというところを皆さんに、いろんな私のこの今年で56歳なんですけど、この56年間の私の健康管理法、美の管理法でいかに私もシングルマザーですので、いかにお金をかけずに皆さんに美しくなっていただくかというご提案をしております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、早速なんですけど、今頭に入ってきたのがお金をかけずにアンチエイジングができるという、アンチエイジング、はい、少ないお金ね、経済的。はい、そうそう。やっぱりもう私の年齢だと皆さん美容医療とかね、いろんなことされてる方多くて、お金かけたらいくらでもねできるじゃないですか。うん、そうですね。でもお金には限りがあるので、無理ないね、皆さん誰でもがやっぱり美しくなりたいので、で子供もやっぱり元気でね、健康で元気なママが大好きなので、なので子供のためにも私は皆さん、私たちの年代のお母さんたちで、更年期に入ってますけど元気になっていただきたいなという思いから、私の入浴法とか食事法とか、そういうことから全て、カウンセリングしてます。いや本当に先ほどお伺い、ね、ご年齢をお伺いしましたけど、すごく美人さんで、多分若い時はさらに今も美人なんですけど、きっとたくさんの方々になんかね、なんか声をかけられてるんじゃないかなって思うぐらいね、今ラジオだけしか聞いてらっしゃらない方はそうなんです。いやこれね、ラジオの後にちょっと YouTube に出る可能性もあるので、その時は出ますので。はい、よろしくお願いします。ちょっと映画の話になるんですけど、一つのワンシーンで、猫ちゃんが大好きな、お姉様、おば様の、役をちょっと面白く愉快に演じていただくということだったので、ちょっとネタバレになるといけないので、そこちょっと注意しながら、今回この映画に出て、なんか感じたこと、現場の雰囲気どうだったかというのを少しお話ししていただけますか。うちからすごく近いところで、で素敵なねちょっとお店だったし、皆さんのね、あったかいアットホームな感じで、すごくなんかほっこりしました。お店も皆さんもあったかいみたいな感じで、もうちょっとこう女優さんとか役者さんってこう本番前ってピリピリしてるのかなみたいなイメージがあったんですけど、すごい和やかな感じで、私もこの猫おば様の役はもう素の自分なのでもうそのまんまの自分なので、なんか自然にこう話しやすくできたかなっていう感じですね。やりやすかったんですね。やりやすかったです。はい、ありがとうございます。最初おっしゃっていただいた、本当にビシバシ厳しい雰囲気かなと思ったら、なんか家みたいなっていうふうにさっきおっしゃったんですけど、これ本当皆さん打ち明けしてないんですけど、ほとんどの方が同じこと言われるんですよ。ああ、そう、なんかね全然緊張しなかった私。
あのちょっとテレビショッピングとか出てた時もあるので、うん、あ生放送とか得意な方なんですけど、うん、やっぱり多少は緊張するんですよ。でも全然緊張しませんでした、うん、なんか和やかにほほわかみたいな感じで、うん、あの多分ね周りの人が優しかったなと、僕がもうね、はい、ほんと笑うのが大好きなんでゲラゲラ笑ってたからかもしれないですね。ねまあ、あと猫のね、実際私もその猫好きなっていうところで猫のイラスト見ながらね、まこさんとね、うん、あと写真見ながらとか、うん、自然な笑顔が出れてよかったなと思ってます、うんうん、素敵でしたよ、はい、楽しみにしておいてください、うん、いやありがとうございます。9月10日なんで。はい、ありがとうございます。あの根本まことはこの前映画の時に会ったのが初めてだったね。初めてで。そうです、そうです、ね、ね、ね、素敵な方でなんかイメージとぴったりでした、はい、うん、なんかこの可愛いイラストで今後千子さんと何かコラボできたりするといいですね、うん、はい、いいですね、うん、あの本当にあの保護猫ちゃんをね、ちょっとこの前蓮さんに言いましたけど、うん、保護猫ちゃんを札幌で、うん、あの確保っていうか育ててる男の子がいるんですよね。その子に話したら絶対見るとか言ってて、ありがたい。ねえ、なんか猫好きな人はみんなその人に、北海道の人連絡して、あそこに捨て猫いるから拾ってくださいとかその子に来るみたいで、本当猫好きな人には有名な人みたいですよ。はい、ということはやっぱり犬派猫派ってありますけど、うん、私はもう、うん、でもワンコも好きなんですけど、猫が大好きなんですよ。千子、うんうん、さんも猫派なんですね。そうですね、どちらかというと、まあ犬も好きですけど、どちらかというと猫ですね。あ、でもあんまり言っちゃいけないかも。でもワンちゃんも可愛いですよ、もちろん。本当にね、あとあの可愛い綺麗な娘さんがいらっしゃるんですよね。ありがとうございます。喜びます。あの今までそのもう、あ、出身とか今までどういう、うん、あの 育てられて今まで来られたのか、娘をですか。あの千子さんもそうなんですか。私は目黒区出身で、うん、35年は目黒区にいたんですけど、うん、まあ、それから今川崎市の方にいまして、うん、まあ、娘産んでから20年間はずっとこの神奈川県で育ててきました。で、うん、まあ、ほぼ最初、もう初期の方からシングルマザーなので、もう本当に一人で育ててきて、まあ、うん、私その20年の間に父と母は両親亡くしてるんですけど、うん、その介護も娘と幼い娘と2人でやってきたという、うん、はい、うん、という、うん、まあまあ、なんか話だけ聞くとかわいそうな親子のお話になっちゃうんですが、うん、もうまあ、でもこう人に恵まれててね、うんうん、それで幸せにここまで来ることができました、うんうん、すごくご苦労を、ね、されたかと思うんですけど、本当にね、朗らかで、ね、明るくて、いや、こう優しい、ね、ね、お母様なのでですね、うん、本当に出会えてよかったです、本当。ああ、本当、私もお世話になりっぱなしでね。うん、いえ。ご面倒ばっかりかけてますけど。うん、はい、あと、この前、あのね、あのちらっといつも伺うんですけど、うん、まあ、お風呂を使って、またその健康法というのを、はい。そうです。私、1回のお風呂で、うんうん。そう、1回のお風呂で2キロ痩せられるんですけど、それがすごい。30年間研究して。うん、あの汗が出やすい順番があるんですよね。それを去年自粛中にまとめて出版したんですけど、アマゾンから、はい、おかげさまでちょこちょこ地道にちゃんと毎月売れてまして、あの電子書籍ですもんね、はい、お風呂ブームなので、うん、今サウナ女子とか、うんうんうん、なんか入り方順番っていうのはなんかちょっとこれからもう少し私頑張りたいなと思ってます、うんうん、だってお金かけないの。そう、だって30年勉強されて自分で生み出したものを、はい、あの本にされたっていうのは本当に自分の財産だと思うんですけど、はい、そのはい、お風呂の入り方とかあんまり考えたことなくて、そうなの、だから誰も皆さん教わったことないでしょ、お風呂の順番こうだよとか。 ないですね、僕なんかカラスの病気なんで。あー、なるほど、ぜひぜひ知ったらね、きっと入りたくなります、うん、シャワー派の人がみんなハマるから、あの気持ちいいから。ちなみに温度とかも関係するんですか。温度も関係する、まあいろんなね、この組み合わせがあるんですよ、本当に、うん、そうなの。風呂入って2キロ痩せるってすごい。
すごいですよ。私3キロ落ちる時もありますもん。すごいでしょ。でも 1.5 リットルぐらい水飲んでるんですよ、その間に。 1リットルから。だから変な話4キロ落ちてるってことですよ。1リットル飲みながら3キロ落ちてるんですから。で、お水を飲みながらお風呂に入る。入ります。うん、あまりネタバレしない方がいいですよ。あ、そうですね。まあまあ、本の名前を教えてください。教え方はここに。そうそう、本の名前はこれ、1回のお風呂で2キロ痩せる美痩せ入浴法というこちらになります。こちらになります。ちょっと気になった方、 YouTube ご覧の方はこれねえ、うん、ぜひ Amazon から、うん、お風呂で2キロ痩せるの。そうなんですよ。でもこれに私お風呂の本に全部書いちゃったからね。あんなに全部書いちゃダメですって今怒られてます。書きすぎたんですね。そう、全部書いちゃった。全部書いちゃった。修正しないといけない。ね、食事制限とかもないんですよね。食事制限とかもしなくて、ないです。お風呂だけで、うん、そうです。私のインスタとかフェイスブック全部食べてる写真なので、もうケーキとかももちろん食べてますし、うん、もうね、炭水化物食べまくってるから、うん、あれ本当は食べてないんじゃないかぐらい今言われてて食べてますから。はい、気になるな。そうだって代謝が良くなってるからね、うん、もうどんなに食べても太んなくなるんですよ。内臓から温まっちゃってるから。うん、皆さん内臓、うん、男性も女性も同じやり方。男性も女性も、うん、男性はちょっと一緒に使ってあげることはできないんですが、岩盤浴で、はい、岩盤浴で待ち合わせしてですね、一緒にストレッチをします、男性は。はい、それは男性嬉しいですね。はい、このね、関節に皆さん毒素が溜まってるので、それを出してあげることもポイントなんですよ、痩せやすくなる。あ、なんか面白くなってきた。もう、ね、ここから痩せたい。うんうん、なるほどなるほど。はい、なんかそれで講演とかされる時もあるんでしょ。あの講演みたいな。昔はあのコロナ前はよくね、セミナーとかもしょっちゅういろんなとこ呼ばれてたんですけどね、うん、小学校からも呼ばれてましたし、あの綺麗なお母さんになる方法みたいな、はい、でも今そういうセミナーがね少なくなっちゃって、そろそろまた再開、あ、4時半からちょっとインスタライブで私が今月やるセミナーの宣伝を、あの企業とタイアップしてセミナーやるので、4時半からこれからインスタライブします。あ、なるほどですね。まあ、ちょっと多分この、はい、このあの流れの時は全然違う。生放送じゃないので。あ、ごめんなさいごめんなさい。いえいえいえ、はい、なんか千子さんの、はい、今後の目標だったり、うん、今後また新しくこんなことやってみたいなとか、そういうのはないですか。いや、私このね、お風呂指導トレーナーっていうのは世界初なんですね、私が、うん、なので、うん、絶対これを確立したいなという、うん、この、うん、だって順番さえ守れば皆さんエステとかジムとか、うん、あんなにお金かけなくていいんですもん、これ広めたらね、うん、まあ本当に内臓も温まるから、あのがんって35度の体温が好きなんですよ。だから低体温の人にがんが多いので、もう大きな話言っちゃうと医療費削減にまでなるなぐらい思ってるので、うん、私はこれをやっぱり広めたいなっていうのが、うん、ミッションですね。なるほどですね。で、映画出演も、まあ、2回目なんですけれども、前もちょい役で、うん、だこういうのってやっぱり少しでも自分が前に出れる機会をいただいて、ご縁をいただいてるってことなので、うん、まあ、自分とは関係ない仕事とかそういうことではなくって、うん、やっぱり、まあ、私は娘のためにも自分の生きてきた映像とかね残すっていうのもすごく映画って嬉しいし、うん、まあ、あとは相村先行ってお風呂の人ね、あの映画に出てるらしいよとかね、ちょっとでも、うんうん、少しでもなんか誰かのきっかけになれるといいなと思ってお引き受けしました、うん、はい、なるほど、素晴らしい。先行さん本当にね活動的ですごく、うん、動くじゃないですか、行動的に。はい、はい、もうその性格は昔から一緒なんですか。一緒ですね。つい一昨日も名古屋の人のお風呂指導してきたんですよ、名古屋の温泉まで行って、そう、もう
とすごいね、その人もどうしてもコンテストがあるから痩せたいんで来てくださいっていうことで名古屋まで飛んでって、プロ指導してきました、はい、お仕事として行かれたんですね。そうですそうです、はい、あんまりじゃあ家にじっといるっていうのはどちらかというと、そうでもね、本当はもうねいい年なんでね、お家にいるのも大好きなのでね、本当の、本当はもう少しお家にいる時間も増やしたいですね。はい、なるほど、お風呂のんびり入りたい、うん、それこそ、うんうん、仕事でなくね、うんうん、娘さんが今年で20歳になって成人式でした、うん、そうですね、うん、はい、あの楽しみですね、今からまたね。そうですね、娘もね、この間ね、一緒に会っていただいて宅建も取ったので、うんうん、まあ、これもね、あのね、うちの子は、まあ、もちろん私のお風呂の入り方してるんですけど、うん、あの脳内もすっきりするんですよね、お風呂って、うん、もやもやとか、あのお風呂出て機嫌悪い人っていないじゃないですか、うんうん、なんか喧嘩してお風呂入ってもみんな、あ、さっぱりしたって出てくるじゃないですか。 なりますね、うんうん、そう、あの心のこう毒素というかね、気持ちのもやもやとかいろんなこう邪念も取ってくれるのがお風呂なので、お子さんもね、うん、勉強がはかどるんですよね、うん、これいいですね、はい、精神面でね、そう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 、心がやっぱり落ち着く場所なので、なんか、うんうん、本当に今娘が宅建取ってすごいですねって言うんですけど、うんうん、あ、これもお風呂なんでって言うと皆さん、え、とか、ね、うん、そうそう、うん、お風呂に入るとなんかが試験が通るっていうね、そうそうそうあるかもしれないし、そう、体調も良くなるし、で結局試験の日に風邪ひいたりインフルエンザになったら意味ないじゃないですか。どんなに勉強してもね、受験の時に当日体調悪い、寒気がするなんて言ってたらもう絶対できないので、なるほどですね、まあ、全ては健康ですね、まあ、猫ちゃんとかもそうですけどね、環境を整えてあげるっていうのはすごい大事だと思う。なんかお風呂の入り方で人生が変わったみたいなのを、はい、うんうん、あのなんか子供向けに作るのもいいでしょうね。ああ、いいですね、うん、お風呂嫌いな子多いですからね、うん、絵本とかにしたらまこさんいいかもねえ今考えましたなんかそう、今あのさ、なんだっけ、ほら昔私たちの年代は、ね、母の話って絵本があって、うんうんうん、歯医者が嫌いな子の絵本なんですよ、はいはいはい、でも歯の話が絵本になってて、うん、もう私も何度も読みましたけど、ちっちゃい時、うん、あ、歯って健康じゃないとダメなんだ、大事にしないとダメなんだっていうね、そういうのってお風呂も作ったらすごいかもしれないですね。ねえ、今思いました、うん、なんか世界初だし、ねえ、温浴施設にも置いてもらえるんじゃないですか、絵本。いいですよね、うん、温泉旅館とか、まあ、なんか良さそうだけど、子供ってね飽きちゃうから長風呂できないから絵本とか置いてあるんですよね、温浴施設ね、うんうん、なんかそのうち濡れてもいい絵本ができたりしてねえいいかもしれない。そう、これはあのお風呂でないと読めませんみたいな感じ。うん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 、いいと思います。話がどん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 変わってきてるけど。なるほど、いいですね、でも全然夢じゃないですよね、現実に。現実的ですよ、うん、本当。まこさんのイラスト可愛いし、子供って可愛いものに惹かれるので、うんうん、もう幼稚園生とかがすごい多いんですよ、根本まこ。ねえねえ、あの幼稚園の出席ブックにもなってるので、すごい。もう5年間ずっとですよ。なんでまた、そういうことができればね、またやってみましょう。ね、うん、ぜひ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 お願いします。ねえ、宣伝します。あとね、まああと5分ぐらいです、大体は。はい。あの、何か根本まことか私になんか逆に聞きたいこととか何かあります、はい、このラジオを通して。いや、もう私はもう2人にはこのね、シナモン、猫ちゃん、本当猫ちゃん笑顔を頑張って、うん、まあもう頑張っていらっしゃいますけど、うん、ね、世にバーンと出していただいて、うん、うん、すごい応援してます。うん、YouTube 映画って私初めて聞きましたし、うんうんうん、まああるんでしょうけど、うん、うんうん、YouTube でやっぱり、うん、無料で配信するんで、うん、ね、新しい形ですね。
今やっぱり動画の時代、 YouTube の時代ですから、本当時代に合ってるというか、少しずつ変わっていくんですよね、時代が。今ちょうどその変わっていくところなので、あの、だいたい日本人の方って変化することに恐怖を覚える方が多いんですよね。恐怖を覚えるので変化したくないというか、今までのものが一番っていう方がまあすごく多くて、まあ、それがいい悪いではなくて、変化に対応できれば、まあ、対応できた方がよりあのいろんなものをなんかね掴めるんじゃないかなという気がします。だってあのそうですね、チャンスの女神は一瞬ですからね。そうそう、前髪しかないってね。前髪しかない。ね。で、去っていくのも一瞬なんです。そうなんですよね。そうそう。本当に。そこをね、掴み取って一緒にまた、やっていきましょう、いろいろ。はい、よろしくお願いします。なんかいろいろご一緒したいです。本当に。そうですね。まあ、まこさんとはまだ1回しかお会いしてないですけど、とても感じがよくって、もう私はいっぺんでファンになってしまったので。あまり言葉は少ない方なんですけどね、元まこの方は。なんか本当、ほんの数分間、こう、じっと見るだけで人柄が、出ますもんね。ですよね。本当まこさん癒されます。あ、はい。私もあのね、レンさんからいつも千子さんの気持ちをお伺いしてたので、はい、ありがとうございます。なんか早くおね、お会いできたなと思ってて、そうそう。ありがとうございます。ずっと話してました、千子さんと。わあ、ありがとうございます。うん、本当になんかね、もう常になんか一生懸命。はい、いろんなことに取り組んでやって、なんかね、今日お話も聞いてすごくなんか本当に心がね、なんかこう温かいっていうか、うん、あ、熱い熱いぐらいの、いやー素敵なことに、いやーもう思いはねすごくて、まあでも一人だけの力なので、うん、まあ宣伝広告とかもかけてないですしね、うん、まあ一人はやばは言ってるだけなんですけど、うん、まあこういう素敵なお仲間がいらっしゃると私も少しでも何か残せられて、本当に今回はありがとうございました。いえいえ、この本当に出会いは奇跡というタイトルの通り、出会いは奇跡で集まった40名ぐらいがいるんですけど、まあその中のあと一人がまあ千子さんなんですけど、はい、またこれからね、あ、いい形で、はい、どんどんあの皆さんと一緒に進化していきましょう。ね、うん、ありがとうございます。で、あの、ね、今回このラジオの視聴者の方なんですけど、本当あのお風呂でね綺麗になるという、まあ、村千子さんというお姉様がいらしたことと、うんうん、あの猫大好きなあのお姉様のシーンがちょっと何分かちょっと出るので楽しみにしていただけたらと思っております。はい、ね、はい、もう地のキャラで出ますので、そうですね、ではまたちょっと会いましょう。はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時涙の数を分け合って
種希望に変えて、二人で聞く雨音しずく一つ、歩いて行こうよ手をつなぎ、虹の空に誓うよ夢を抱き、どんな時も信じてる。闇があるから星は輝くよ、雨が降るから虹が出るよ、どんな闇でも必ず明けるよ、希望と夢を信じていて、二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ手をつなぎ、流れ星